セラフィーヌ・ルイン、またはサンリスのセラフィーヌは、フランスの画家。40歳を過ぎてから独学で絵を描き始め、ドイツ人の画商ビルヘルム・ウーデに見出された。アンデル・ソーラと共に素朴派の画家とされる。晩年は精神を病み、忘れ去られた画家として、精神病院で亡くなったが、今世紀に入って、ようやく美術評論家らに再発見され、とりわけ、 作家フランソワーズ・クロアレクの伝記、セラフィーヌ、同著のマルタン・プロボスト監督による映画化により、世界的に注目、再評価されることになった。セラフィーヌ・ルイは1864年9月3日、オワーズ県の小村シーの貧しい家庭に生まれた。女性史、美術史研究家のマリー・ジョ・ボネは、同じように悲劇的な運命をたどった、女性彫刻家。 カミユー・クローデルと同じ年の生まれであることを強調している。父は時計職人、母は農家の娘で、セラフィーヌは第四子であった。生後一年で母を亡くし、6歳の時に父を亡くした、セラフィーヌは、すでに結婚していた姉アルジャンティーヌ・グールの家に預けられた。家畜の世話や農作業を手伝っていたが、姉が夫を亡くし、間もなく再婚すると、 12歳で、住み込み家政府の仕事を得て、同じオワーズ県のコンピエーニュへ越した。1881年、18歳で、クルニー聖ヨハネ修道院に入り、雑役婦として20年間働くことになった。セラフィーヌはこの修道院生活を通じて信仰心、特に聖母マリアへの集計を深めるようになったとされる。千九百一年に修道院を出て、再びコンピエーニュで、 ついで、ジュスタショッセで、家政婦として働いた。1904年に、サンリスに移り住み、パリ通り十番地のムーイケの住み込み家政婦となった。1906年、ピュイティフェーヌ通り一番地にアパートを借りて、一人暮らしを始め、通いで仕事をした。40歳を過ぎていたが、絵を描き始めたのはこの頃であり、守護天使のお告げを受けてのこととされる。最初は、家具や、皿、 ダンボールや板に絵を描き、やがて小さなキャンバスを使うようになった。絵は気に入った人に無償で与えたり、食料と交換したりした。昼は働き、夜は小さな聖母マリア像の前でランプを灯して絵を描いた。彼女はこういうことすべてをするのは聖母マリアのため、私は主に夜絵を描く。街が眠っている時に、私の生物側、 前期神と聖母への贈り物のようなもの。だから私は天国へ行く。太陽は神。そしてそれは天国の果実。私には天国はこんな風に見えると語っていた。画材を買うゆとりのなかった彼女は絵の具も豚の血やろうそくのろう精油などを使ってすべて自分で調整した。唯一、城だけは近くの薬局、雑貨店で。 リッポラン社製の光沢のある塗料を買った。1907年、休暇でサンリスに滞在していた、ドイツ人の美術評論家、美術品収集家、画商のビルヘルム・ウーデが、ムーイケで偶然、セラフィーヌの絵を見つけた。その力強さに見せられ、画家の名前を尋ねたところ、家政婦が描いたものだと言われ、早速、セラフィーヌに会ってこの絵を含む、数枚の絵を買い取った。ウーデは、 最初の絵を見たとき、セザンヌに見せたら喜ぶだろうと思った。これらの生物画は非凡な情念、神聖な情熱、中性的な劇場が血肉化したものだと書いている。ウーでは、決して裕福ではなかった。ドイツで法律の勉強をし、父に家業を継ぐように言われたが、芸術を志し、1904年に突出した。パブロ・ピカソ、ジョルジュ・ブラックらの若い画家がまだ、ボヘミアンとして、 モンマルトルに暮らしていた頃のことである。1907年、ピカソはモンマルトルのキャバレーをラパンアジルでウーデに会い、アビニオンの娘たちを見せた。ウーデはこれをきっかけに、当時まだ無名だった彼らの絵を買い取り、紹介した。アンリルソーもこうした画家の一人であり、1908年にウーデがパリで初めて開いた展覧会では、ピカソ、ブラック、 ルソーの作品を展示した。ウーデは特に素朴派の画家を見出したことで知られ、後に、ルソー、ルイ・ヴィヴァン、アンドレ・ボーシャン、カミー・ユ・ボンボは、セラフィーヌ、ルイの生涯と作品を紹介する、5人の素朴派の巨匠を表した。戦火を受けたサンリス1912年、ウーデは、妹のアンヌ・マリー・ウーデと共に、サンリスに居を構えた。この時、セラフィーヌを、 家政婦として雇ったが、これは、むしろ彼女に、好きなだけ絵を描かせるためであり、画材などを提供し、経済的に援助した。この頃、彼女の気候、黒一色の装い、ペチコートの重ね履きやショールの重ねかけ、絵の具を塗った、カンカンボ奇妙なものをたくさん詰め込んだカゴなどは、誰の目にも明らかだったが、誰も何も言わなかった。1914年、 第一次大戦が勃発し、ドイツ人のウーデはフランスを離れざるを得なくなった。セラフィーヌの絵を含むコレクションは没収され、1921年に競売にかけられた。ウーデは後に買い手を探したが突き止めることができなかった。セラフィーヌはドイツ軍による占領中もサンリスで暮らし、村が爆撃をされるのを目の当たりにした。戦後は、ますます熱心に制作に打ち込み、 大盤のキャンバスを使って果実、樹木、花などを次々と描いた。1927年10月、芸術と物会の勧めにより、サンリス市庁舎で開催される展覧会に作品を出展することになった。サクランボの木、黒い背景にライラックの花束、2本のブドウの木の3点である。この頃、ウーデはすでにフランスに戻っていたが、パリでの活動に忙しく、 サンリスに行く機会がなかった。展覧会開催中は偶然シャンティーにいたため戦後初めてサンリスを訪れセラフィーヌの絵に再会した。ますます激しく光と色彩にあふれた絵に再び打たれ3点とも購入しセラフィーヌに会う機会を得た。セラフィーヌは旦那様がお戻りになったというだけで再会を喜ぶ様子も見せなかったが 再びウーデが借りた部屋で制作に専念し、ウーデはパリで彼女の絵を紹介し、1928年には神聖な心の画家と題し、セラフィーヌ、ヴィン、ボンボは、ボーシャンらの素朴派の作品を集めた展覧会を開催した。セラフィーヌのパリでの評価は高まる一方であったが、サンリスでは相変わらず基人扱いされ、地元のクリエドロ・ワーズ紙は、セラフィーヌは サンリスのアンリィールだと称えながらも、この優秀な女性は、放棄を捨てて、絵筆を取った。彼女は、好奇心旺盛な独学者だ。絵の勉強をしたことがないし、また、すべきではないだろうと皮肉を込めて書いている。実際、セラフィーヌは部屋にこもって賛美歌を歌ったり、一人ごとを言ったりしながら、絵を描くだけで、セラフィーヌ嬢は誰にも面会しませんと書いた札をドアに、 かけ、一歩も外に出ようとしなかった。ウーデには、近所の女性たちに、教養のない家政婦が絵を描くなんて文不相応だと、毎日のように侮辱されると話していた。また、ウーデから経済的援助を受けた彼女は、金メッキの皿、精巧な装飾が施された、額、天使像、銀色器など役に立たないものを、次々と買い求めるようになったが、1930年代に、 世界恐慌の時代に突入すると、ウーデにはもはや、セラフィーヌの散財を支える力がなくなり、彼女の絵を買うことすら、ままならなくなった。1931年1月、不安や被害妄想を募らせていた、セラフィーヌは、突然、精神錯乱に陥り、荷物をまとめて、外に飛び出し、誰か彼構わず怒鳴り散らした。憲兵隊に取り押さえられ、急遽入院させられた。 2月25日に、クレルモンド・ロワーズ精神病院に移され、さらにエルケリの別棟に移された。以後、妄想に駆られて、たくさんの手紙を書いているが、絵は一枚も描かず、やがてアパシーに陥り、1942年12月11日に死去した。死因はが子とされる。身寄りのない彼女は、クレルモン墓地の共同墓穴に埋葬された。彼女は生前、 サンリス大聖堂で荘厳な葬儀を行い、故郷アルシーの墓地に埋葬されること、そして、墓石には、無敵のセラフィーヌ、ルイマイアール、ここに眠る。幸いなる復活を待ち望みながらと刻まれることを望んでいた。現在、サンリス墓地の思い出の庭にこの言葉を記したプレートが置かれている。ウーでは、五人の素朴派の巨匠で、セラフィーヌという名前の古言である。 死天使が天使の理解で神に最も近い最高位にあること、しかも燃えるという意味であることに触れ、彼女の絵は宗教的な甲骨状態の表現である。その燃えるような色彩豊かな光にあふれる絵は彼女の心の内容にある神への燃える愛の現れであり、同時にまたガロロマン時代の精神を受け継ぐサンリスの中性的な熾烈さの表現でもあると評している。 また、絵画構成の、金星、調和、空間配分の問題をすべて一挙に解決して、しまうほど強力な知性があり、内的危機器の高まりとともに、空間構成が複雑になったと指摘している。マルグリット・デュラスやサンテグ・ジュッペリの伝記で知られる、サッカー・アラン・ビルコンドレは、すでに1986年にセラフィーヌの伝記を、表しているが、セラフィーヌの再評価が始まったのは、 彼が自作、セラフィーヌ、絵画から狂気へ、を発表した2008年のことである。偶然にも同じ年に、作家フランソワー,ーズ・クロアレクが、セラフィーヌ、サンリスのセラフィーヌが夢見た人生を発表し、マルタン・プロボスと監督がこれに基づいて、同名の映画を制作した。とりわけ、セラフィーヌを演じるヨランド・モローの力強い演技、画家セラフィーヌがまるで乗り移ったかのような演技に、 絵の力強さが重なり、世界的に注目、再評価されることになった。同年にはまた、パリのマイオール美術館で、没後初めて大規模な開顧展が行われた。セラフィーヌの作品は、マイオール美術館のほか、サンリス芸術、考古学博物館、リール、ビルダスク、アウトサイダーアート近現代美術館、グルノーブル美術館、ラバルソボカハ美術館などが所蔵している。 このうち、サンリス芸術、考古学博物館は、ウーデの妹アンヌマリーにより寄贈された作品。かつて、ウーデ展示室があった、国立近代美術館から帰宅された作品。サンリス氏が買い取った作品を含む十数点。ラバル素朴派美術館は、ミモザの花束、果実の枝の二点。リールビルダスク、アウトサイダーアート近現代美術館は、花束、等、マイオール美術館は、 花と果実、赤い背景の花束、葉、花、果実の束、葉のついたリンゴ、葉の束、等を所蔵している。ありがとうございます。